はい、やっほー、皆さんこんにちは、よしお茶です。元気に収穫してますよ。はい、今日ですね、シーブとウィンドウのっていうテーマでね、ちょっとお届けしようと思います。まあこれ永遠のテーマですね。シーブ、このチャフとも言うんですかね、この見えないか、この並々ではこう上げ下げによってどれぐらいいいものを入れるか、どれぐらい悪いものを捨てるかっていうような調整をする板と、それからどれぐらいいいものを飛ばすか、どれぐらいいいも悪いものをまあ今風でどれぐらいね選別するかっていうの強弱の話ですね。ちょうどね条件が整って、なかなか綺麗な米が揃ってて、もう外周も刈り終わったんで、満タンになるまでのタイムを測ってみようかなと思います。まあちょっと条件あまり変えずに、ね、同じ刈り方でシーブを1個変えるだけでちょっとどっちがいいかっていうのを、要は条件がいいんだったら欲張りしたいんだけども、そんなに欲張りしたらどうなのっていう話です。かかってるね、いいね、はい、 OK。 なんでまあタイムをね測りたいんでね、スタートから、一回これ動画閉じてですね、スタートから、まあ撮影しながらね、やるとね、ちょうどタイムが測れるんで、なかなかいいなと思ってます。はい。そんなのに使うなって話ですけどね。はい。で、まあこの説明の動画と、それから、シーブを、開けた動画と閉じた動画、シーブの、まあ基本的にはこの、基本設定ですね。基本設定の稲。基本設定の稲ですね。ウィンドとシーブですね。これを一つ、開けた側、もうガバガバ揉みが入る側でやってみて、その後普通の側でやってみて、どれぐらい収量が違うか、どれぐらい出た揉みが汚いかっていうのをやっていきたいと思います。はい、それでは、エンジンをかける前に動画を一旦切れたと思います。まあ、あそこ綺麗に刈りやすいんでね。一箇所あの草だけは、もう入れずに、そこだけで、ね、あとはいいとこだけ借りたいと思います。それでは、検証をお楽しみに。やっほー、皆さん、こんにちは、しおちゃです。というわけで、シーブの、どれぐらいの設定がいいかっていうね、シーブとウィンドウの動画になります。説明動画は以前に上げてますんで、ここは実証動画です。これをですね、エンジンかけて、シーブをですね、ちょっと欲張り設定ですね、開く設定になると、実際取れるかどうかやっていきます。
まあ大丈夫です。
条件そうないですね。整備差があるんで、こっちも帰りましょう。今半分ぐらいです。ちょっと溜まりが遅い気がしますね。シールはあんまり開けない方がいいかな、ひょっとしたら。条件一つのためにこのピピってほぼ満了ってところで一緒にしましょう。11分48秒では続いてまた設定変えていきたいと思います。また中の様子とかもねお伝えしていきますんでよろしくお願いします。バイバイ。引き続きこんにちは、しろちゃんです。はい、1回目の検証終わりました。シーブを欲張ってガバッと開けた場合の、時間が12分でした。そして、今からね掃除をちょっと軽くしようと思うんですけども、条件使用するためにあんまり深入り掃除はせずに、全開にしてバンと回してバンと開けるだけっていう風にしまった。その時にどれぐらいね開けられなかったので開けてみたいと思います。それでは行きます。十分に回して中は基本的には出てるはずです。でここで開けた時にどれぐらい飛びしてるかですね。いきます。
丈夫そうですね。そんなでもない。まあまあ、埃がないわけでもないけど、なんとかまあ、これはまあ、借りた時の埃ですからね。下も綺麗。ちょっと見えにくいと思いますけど、下も選別、網も選別度もまあまあ綺麗ですね。ちょっと私には見えないけど、多分この、今の路線もいいんじゃないかな。動画に見た人コメントください。私は動画を、撮った動画は私は見ませんので、どうだったかコメントください。はい。というわけで、これで、ちょっとここだけは本当は、撮っときたいよね。戻しだからね、これ。これ今、全開になってますね。シーブがね。なるべくいっぱい残す方向の設定ですね。捨てない方向の設定になってます。今から普通、標準、捨てない方向じゃなくて、標準の設定に、シーブを少し閉じる設定にして、同じ条件で買ってどれくらい違うかっていうのをやりたいと思います。よし。閉めるのちょっと片手では偉いから。というわけで、一旦止めていきます。じゃあ次の動画いきますね。バイバイ。ほうきつき、こんにちは、翔ちゃんです。じゃあ次はですね、シーブを欲張りから普通に戻す設定ですね。やっていきたいと思います。10時53分です、現在。一応、スマホが熱だらして落ちて、ダメなといけないんで、一応言っておきます。いきます。
いですね、音が。ちょっとこっちの方が音でその感じます。ただもしかしてこれ足んないかな、これが嫌だな。田んぼが終わっちゃいそうですね、ひょっとしたら検証失敗かもしれない。
13分。なるほど、なるほどなるほど。あれこっちが映ったとして、なんか向こう映したはずなんですけどね。それはいいや。13分か。どっちが早かったの？やっぱちょっとこう道のが多かった気が、道のりが多かった気がするんですけどね。1分そこの差かもしれないませんけど、はい、ちょっと中見て、行こうと思います。それでは、はい、というわけでこんにちは、後ろ茶です。はい、検証動画です。まあなんとかね、無事検証成功しました。で1回目の、シールを目いっぱい開けて欲張りでいっぱい取ろうという設定の方が12分で、後半の、シールを、標準設定にして、きれいに選別しようという方の設定が13分ですね。ただちょっと、まあ、だからそれだけ見るとやっぱり、欲張り設定の方がよく取れるのかという気もしますけども、ただですね、最後ね、もう細くなってきてね、こう全開で食わせれてないところとか、あとまあ移動の方が距離かかっちゃったりとか、端っこかったりとか、いろいろちょっとそういう条件が違ったんで、なんとなくですけど印象としてはなんか買ってる面積は後からやった時の方が少なかったなっていうような気がしてます。まあ結論から言うと、僕は純正の最初のセッティングをした方がいいかなっていう印象を受けました。森も綺麗ですね、森も。最後に掃除をちょっとやってみましょう。全開にして、これでガバッと上げた時にどれぐらい出るかっていうので、前回もやった、それとちょっと比べてみましょう。っていうのもあるし、メモリ一つ変わったぐらいではそんなに変わらなかったっていうことが結果にはなるんですけど、ただが変わらなくて、あんまり欲張りしてもどうせそんな取れないんだったら、まあ綺麗な揉みを取った方がいいんじゃないかっていう、あと詰まりにくい方を設定選んだ方がいいんじゃないかなっていうのが結果ですね。まあ、ついついね、田んぼが綺麗だったりするとなんかシーブをもう少し開けてみようかなとか、なりがちですけども、この標準の設定がね一番いいってことが、まあ、ちょっと完璧じゃないんですけど分かりました。で、まあこの2本の動画を、2本っていうか買ってる動画を見比べてもらってですね、なんとなくね、どれぐらい、まあ時間は今僕の方では把握してるけどもね、12分13分でしたけども、それが、見てる人がこうかんどれぐらい買ったかなっていう、まあこの買ったこの本数とかね、回数とか幅とか見てもらうとなんとなく、分かってもらえるんじゃないかなと思っております。で、2本目の、ね、動画の後半ですね、こう胸元でね、前後がひっくり返ってこの辺だけ映ってました。すいませんでした。ちょっとそういう感じの尻切れトンボ的なところもありましたけども、まあ、ナス。はい、というわけでまた撮っていきます。うわ、細。次はウィンドウの方もね、同じく検証したいですね。ウィンドウは結構この辺でなんかテンションとか調整しちゃったんで、純正の真ん中に来てないかもしれないんでね、その辺もまた見ていきたいと思います。汚れ具合はまあそんなに変わらない、
うん、まあ、悪くはないです、これは別に。っていう感じですね。ちょっとあそこ積もっ、大丈夫か。ここね、ここなるべく取ってあげたいよね。ここで、こっから出てこないと、もう即廃棄ですからね。こっちに落ちずに、こっちに行ってしまうともう即廃棄なんで、ね、ここ綺麗にしておきたいところです。結構奥が深いですよね。まあ、なんかアドバイスがあったらぜひしてもらえればと思います。それでは、バイバイ、吉野ちゃんでした。